皆さんこんにちは、磯沙織です。今回は私のバッグの中身をご紹介いたします。こちらが私がいつも愛用しているバッグです。このバッグは今季ですね、母と旅行に行った時に免税店で買いました。ジミーチューのサーシャの小さい方のサイズのカバンです。このベージュのお色と金のスタッツが気に入って買いました。では中身のご紹介していきたいと思います。まずはこちら、今季ずっと愛用している手帳です。あとは今の季節は寒いので手袋を持ち歩いてます。こちらの手袋は、うちの私が働くショップスタイル&エディットで売っている手袋です。こちらを今季購入いたしました。あとは必需品のハンドクリームとハンドタオルです。このハンドクリームは、こちらが、先輩からノーハーマンで売っているということでこちらをいただきました。ちょっとすごく伸びが良くて使いやすいので毎日持ち歩いて使ってます。そしてあとは鏡です。鏡はもうこちらの鏡は高校生ぐらいの時から使ってる、友達に誕生日でもらったアナスイの鏡をもうずっと使ってます。あとはポーチです。プラダのポーチを使ってます。ね、次はお財布です。お財布も大好きなジミーチューのお財布で、こちらは2年ぐらい前に購入しました。定期入れ、こちらもジミーチューの定期入れを使ってます。これはこのカバンと一緒の時に買いました。お財布とお揃いで持っているのがお気に入りです。あとは鍵です。こちらの鍵は、キーホルダーが母とお揃いのバレンシアガのキーホルダーで、これもすごい使いやすくて気に入ってます。あと最後に携帯は iPhone6 を使ってます。以上が私のカバンの中身です。